えー、こんにちは今日は「つれずれ草を読む」の88回になります、えー。回数と同じに取り上げますすのは88段ですね、えー、縁起のいい数字ですが前々回に私この88段と86段の内容を取り違いまして、えー、88段がちょっとした面白い話なんです。 でこれもあの産業半で短いんですけどもね、えー、短いと安心できまして「えー、あそういう話か」というねちょっとしたあのコント風っていうかな一口話みたいなちょっと笑い話みたいなものが確かこれなんですね。うん、あのふっと思,思い出したのは「落語であるんですけどねうちにはねなんか宝物があるすごいものがあるんだ」と。 何、えー、だったかな徳川家康のシャリ神戸っつったかなうんそんなものはあるんだその子供の時のシャリ神戸だとかなんかそ,そんな言い方するのがあったと思いますがねちょっとうろ覚えで、えー、的確に言えませんけど、えー、これはですねこのシリーズは私が声に出して読むためのおき、えー、手順を自分で やってていいることとを皆さんに見てもらうという、ね、そういうシリーズなんですけどもで古文読む時にどうしても構えがあってねどうせこれは難しいから読んでも分かんないだろうとでおそらくざっと目でさらっと流して読んでうん分かんないなっていうところでそれぞれの言葉ですね あの言葉がわかればわかるかなっていうことでえ注釈を見たりえするというふうに理解していくと思いますね。でもう一つのやり方というのはあの現代訳をいきなり読んじゃうんですよ。で現代訳を読んでおよそのあ中身をこう頭で掴んでおけばそれで読めるだろうと思って読むんですけども実は あの文章の理解というのは現代訳された文の表現と原文そのものの文の表現の内容というのは別物なんですねこの辺が皆さんわからないつまり両方に共通する抽象的なあ意味はあるんですけども原文ならではの原文でしか表現していないものは原文読まないとわからない。 それが現代訳といったらばその現代訳をした人の文章にのっとってその理解をなぞるだけになるとですから現代訳の文をいくら考えても原文のもともとのこの原文に表現されたものにはたどり着かないんですね。だから私はあの現代訳というのはほとんど使わないんですね。 もう手がわかろうが何だろうが分からなかろうがその自分が今読んでいるその段階での理解力で読んでいくしかないでそのためのいい方法が声に出して読むという方法なんですけどねで今私があの使ってますこの頭の上のテキストには現代文訳がありませんえ単語の中はついてるんですけどもね ですからあとは自分で原文の中にその単語の意味を、えー、埋め込みながら <laughs> で原文の文の書き方そのものに従って語順通りに読んでいくというのが本来の文学の味わい方だ理解の仕方だと私は思ってます。で一般にあるのはあの作品全体をね これはの「このつれづれ」に限りませんけども小説をざっと読んだとで読んだ上でその作品から離れて自分の記憶にあるあるいは自分でメモをしたものを組み立ててねこの作品はこう書いてあったよと言っている時には実はそれを作品を読んでいるわけではなくて作品のその人の解釈を組み立てているだけなのでね。 でそのための一番いい手段はもう一言も落とすことなく頭から読んでいくそこで使えたらその流れの中でその単語の意味をとにかく埋めてさらに一歩進んで読み通すというねそういうやり方があの一番文学の味わいだと。あの知識を得るんでしたら そんななことやらなくても、えー、よくあるのはねなあの文学作品の「あらすじ集とかね「あの要約集、要約したもの」を読んで皆さん「あの作品はこうだね」と分かったような気になっちゃうんですけどもねそれは作品読んでるんじゃなくて作品についての知識を学んでいるだけなんで作品の中に入るためのやり方を私は「えー、つれずれ草」を使ってやろうというふうに試みてるわけであります。 でそのたまあイロハのいろはの「い」ですけども誰が出てきて、えー、どこでいつどこで何を言ったかとかねでそのことを読み取る。で「つれづれ草」の場合にはあの哲学的なというかな思想的なものと随筆的なものとストーリー的なものとねあとは「 歴史の記録豆知識みたいな段があるんですね。ですから、つれずれぐを読むにも各段ごとにその読み方の違いというものを考えなきゃいけない。これについてあの私が書いたあの読書の教科書という中にはその項目にあたることがいろいろと書いてあるんですけどね。それのまあいわばつれずれぐはその応用編というふうに言ってもいいかとも思います。 で今ここまで話してきましたけどなんか面倒くさいこと言ってるなと早く読んでくれよという方は、えー、この下に「何分何秒原文読み」というところがありますので,でそ,れそこにあの飛んでもらうと今皆さんが目の前にしているこのテキストにも印がついていてで印は主に区切りとアクセントですね。あと近頃やっているのは登場人物を丸で囲むと。 そして、えー、名句ですね。長く就職がついてこれ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 するなんとかっていうところには山をつけるでこれもあの読書の教科書に、えー、方法が実に丁寧に書いてありますのでちょっと気になった方は私の読書の教科書これも下にリンクでも貼っておきましょうか。 それを参考にしてくださると、ああ、そういう意味で、こういう読み方をしているのかって言うのは、お分かりになると思います。それでは。えー、下準備いきます。第八十八弾ですね。あるもの。小野豆腐のかける和漢老英集とて持ちたる。持ちたりける。あるものは人です。ある人が。 トテ、えー、ですからねトテは山格好にするか鍵にするかこういうこれも解釈でこのトテっていうのはねといってなんですけどもねこのトテをどう理解するかっていうのも大事なんですよ。うん、でこのトテを見た途端に「いやこれね小野の豆腐の書いたこれだよ」というふうにその人が言ったのかね。 いう場面を例えばドラマだったら作るわけですねそうするとこのある人が誰のところへ来て、えー、どこでこういうこといやおののとうの書いた和漢老栄衆だ」これはあのおののとこの場合には多分ね書ですねふあのふ筆で和漢老栄衆をあの昔の本ですから和紙にこうね書いてある「いやこれおののとうの筆だよ」 そういうものを持ってる。とて持ちたり蹴るこの蹴るにアクセントあります。持ってたのをある人別の人です。あるもの A さんですね書いてきましたある人これ B ですね。A が B のところへ、えー、持ってる。A が持ってるそれを B がご送電受けることには半べベラジなれどもご送電ですね。 ご送電って何でしょうご送電っていうのはあなたの言うことっていうんでしょうかこれまたねちょっと調べないとご送電ご送電はね何の,何のことか、えー、昔からのお言い伝えですねご送電っていうのは伝わってることか相は相談の相につながるかもしれないですね伝わっているそういうことは 受ける受受けけるること受けること受ける,こ,と受けるこれは浮いてることは受けるじゃなくて受けるの後ろアクセント「る」でしょう注意するために後ろへ打っておきます。で日本語のこの古典の文の場合23で私の原理23で切っていくると大体アクセント後ろへくるんです普通はね受けることには受けることには全部後ろ。 受けるだとけけに行くんですけどね受けるだと話を受けるみたいなんです受けることにはハンベラジなれどもだな。ベにもアクセントありそうですね。ハンベラジなれどもございませんけど受け,る受けることにってこれ浮いたこと嘘っぽい軽いこと うんそこに書いてありますね「えー、追い伝え根拠がないわけじゃ浮いたことじゃない」ってまああるんでしょうけどなあとねいや確かにそういう伝わりが、まあ、浮いた根拠ないことではないと思うのでございますがとハンベラハンベラハンベルは「ございます」というね丁寧語というふうに受け取ればいいハンベラジなれどもなれどもってんだけどもですね そういうわけではございませんけども、市場の大納言が選ばれた史上の大納言です。これも人ですね。まあ、誰でもいいでしょう。つまり和漢楼営衆っていうのを言ってんだけど、これはこう鍵つけときましょうかね。まあ、本ですよね。それを四条の大納言が選ばれたるもの。な。んだだから、市場の大納言が選んだものを豆腐かかんことと。 え、それはあの史上のダイナゴンが選ばれたもんでしょ豆腐かかんこと豆腐が書いたんですか時代や互い半べらんなんか時代が違うんじゃないですかって言うんですね時代や互い半べらんおぼつかなくこそいや大丈夫ですかおぼつかなくも面白いですねおぼっていうのはだいたい考えですよ 書くっていうのはね分か,かるの「かく」ですね「つか」っていうのは束ねる考えがふっと固まらんっていうのは「おぼつかない」っていうふうに読むのかなで近頃はあの辞書引きませんからあの言葉の連想から700年を超えてね現代の位置から今この700年前おぼ覚える」とかね、うん、感覚の「書く」漢字がどうも「 がないという漢字がまとまらんで曖昧だっていうね。と言いければ「さそうらえばこそ」ってこれは,あのこれは B さんが言ったそれに対して今度は A さんですね A さんが「いやあんたはそう言うけどねさそうらえばこそ」「さとこにアクセント「さ」はね切った方が「さそう」じゃなくてねあのだいたい文頭の主部だとか あ古文であるんですけどそこの後にね助詞が抜けているそのそうそうらえばこそですよねそうであるからこそ何を言うか「世にありがたきものにはハンベリけケレと」と世にありがたきものにはハンベリけケレとて。 いいよいよ秘蔵秘蔵ですね、こっちはね濁ってないんだ壮がね今悲壮しけり濁らないさあ皆さんいかがでしょうかです、えー、さっき言った豊臣さっき徳川家康だったかな、うんとうん、徳川家康豊臣秀吉、うん、5歳の時の斜里神戸とかね落語であったと思いますよ。うん これはもう本当に一種の笑い話ですけどね、うん、だから歴史的に言うとこれは今でもね何かいろんな事実関係が話になる時に、えー、これこれの誰が書いたこれであるとまあテレビで言いますと「何でも鑑定団」というねいろんな骨董品の、えー、目利きの先生が。 出てきてきこれはどの時代のなんですよということを言うわけですけどもこれはもうイロハの意みたいいなことが書いてある本当にちょっとした笑い話でこの論理がね、うん、だからそのそんなどっちが古いんだ豆腐 <laughs> の四条の大納言選ばれたもの豆腐かの時代やだから豆腐の方が、えー、古いのか。 とということですかねなか古い人が新しいものを書くわけないよということになるのでよろしいのかな。でこの場合も論理が分かればね「うん。豆腐は何年で市場のダイナゴン何年で」っていうのは証明の域に入るんですけどという話でした。これも最後にまとめでで読んで 終わりましょう注意点は悲壮と読むんです、ね「悲壮」じゃなくてね「悲壮」悲壮というのはもう大事に大事にしていたとこれは誰の書いたもんでこれはもうね大事だよということでそれにこの A さんが「めげない」っていうのは面白いですねねこの「こそ蹴れ」っていうやつです強調してますそうだからこそこれ世にありがたきものだよっていうねこれはだからめったにないんで珍しいんだよ っていうね、自信持って言ってるんでしょうね。<laughs> このやり取りを見ていたら面白いですね。うん、はいでは読みます。第88弾ある者おののとうのかける和漢漏英衆とて持ちたりけるある人 ご送電受けることにはハンベじなれども四条の大納言選ばれたるものをとうかかんこと時代や互いハンベおぼつかなくこそと言いければさそうらえばこそ 世にありがたきものには半べりけりとていよいよ悲相しけり面白いですねまあこれもなんか落語に取られてもいいようなねそういう話になる。 で終わりから2行目の「ありがたきもの」っていうのはね「ありがたき」っていうのはあ,あることが難しいもの「だとこのありがたき」というのが「あることが難しい」というものを「ありがたい」ということであってそんなものないようにつながるねその「ありがたい」というふうに考えるとまた言葉の意味が深くなってくるかなというふうに思いますね。えー、皆さんも この2人の人特にあの心持ちですかね「いやそんなものないだろうよ」ってやつとよ「いやところありがたいんだよ」っていう風なその2人のやり取りがまさに、えー、落語の対話みたいになっているかなというふうに思いますね。というところでこれで終わりにいたします。どううもありがとうございました